はい、こんにちは、ジャンゴです。今回は、マジバトを動画撮ろうと思います。ということでね、4周年マジバトガチャ0等ということで、ユウスケと桑原のね、4周年キャラ、出てきましたので、これね、今回はガチャ引いていこうと思います。まあね、どちらも万能タイプの、アタッカーと攻撃タイプのアタッカーということで、まあ攻撃パからね、万能パに移行していった、俺的にはね、どちらもかなり使えるキャラということでね、今回は、両方狙ってね、ちょっと引いていきたいかなと思います。ということでね、とりあえず、確定枠まで、50連かな?やっていきましょうか。まあ、おそらくね、ちょっとこれは、追撃したりね、したいかなとも思うんですが、まあ、とりあえず今回は、50連ね、やっていこうと思います。ということで行きましょう。いけ!さあ。屋根がない矢印青。オーラが、ある!さあ、どうだ?オーラはでかかったけど、ちょっとダメでしたね。はい、一発目空振り。次行きましょう。二発目。さあ、来い。屋根がやんい、矢印青。オーラはでかい、さっきと一緒。あ、受け取れクソババアだね。そして潜水チームカットインが2まで来た、ある。よっしゃ、さあどうだ、何が来る。ね、あれ、これどっちでもねえな、多分。ん、これなんだ?なんかどっちでもない気がするんだけど、限界?ああ、限界だね。そうだね。この限界はな、ちょっと、そうですかって感じね。はい、30連目行きましょう。行け!さあ、屋根がある矢印黄色。これはあるでしょう。今までの演出に比べて、オーラが中くらいだが、屋根吹っ飛ばして。さあ、裏飯チームカットインが2で終わる。ある、よかった、とりあえず星5はなんかある。さあ、ここらでね、どっちか引いておきたいところですが、ユウスケ?かな?おー、しょ、オッケーオッケー。よし。これは、良かったですね、かなり。はい、まずは、ゆうすけゲット。さあ、ここからね、重ねるのも嬉しい、桑原も欲しいということでね、40連目行きましょう。おっしゃ!完璧!矢印虹。これならね、オーラが何だろうと、確定なんでね、ハゲさんでも連れてくる。さあ、完璧。さあ、2枚抜き、3枚抜きしてしまえ。お、2枚抜き。これ、桑原来たか?オッケー。よし。確定枠の前に2人ともゲットできたのはかなりよし。下は陣かな?はい、オッケー。どっちもゲットできましたので、まあ、最後の、今度で確定枠ですね。まあ、どっちが重なっても嬉しいというとこですね。さあ、屋根がある矢印青。オーラは大、霊界までぶち込んでやるぜと。さあ、裏飯チームカットインが3までか。さあ、確定枠以外であるかどうか。ですが、確定のみだね。これはユウスケかな?はい。まあ、いいでしょう、これなら。はい、とりあえず、今回最初の50連で、2人ともね、キャラは出すことができましたと。そして、ユウスケに関してはね、潜在解放分の、コンペンもゲットできましたよ、ということで、まあ、まずまずの結果かな、というところですね。さあ、ただ、今回はね、周年キャラということもあり、もうちょっとね、追撃してみたい気持ちもあるんですが、まあどうしようかな。まあ一発目は、
とりあえずここ確定枠までにしておこうかなということでね、今回は、ここで一旦終わりにしておこうと思います。まあ、ちょっとねこの後、一旦育ててみるとか、まあ、ガチャチケ挟んでみるとかね、まあ、なんかして、それからねまた追撃するときは、動画撮ろうと思うので、その時もよろしくお願いしますということでね、今回はこれで終わります。ありがとうございました。よいしょー。